こんにちは、おはこんばんちは、っていうか真面目な話なんですけど、来ました。こう返信用の封筒まで自分で切っては貼ってくださいということでね、あれなんですけど、緊急小口支援の緊急小口支援の何て言ったらいいのかな、生活福祉資金、緊急小口資金かっこ新型コロナウイルス感染症特例ですんでね、貸付の申請手続きについてということで、何やらいっぱい来てます。これがね、多分ですね、連休だからね、5月7日木曜日からなんか郵送受付やったようです。全然知らなかったです。別の用事というか、まあ、この小口の件で聞きたいことがあったので、区役所に7日木曜日に電話しました。ほんなら普通にやってますよ、言ってね、窓口来てください、今空いてますよ、言って、一人も並んでませんよ、いう話でね。ほんで、様子見に行って、多分1時前やったかな、結局行けたのが。ほんまに誰もいてませんでしたわ。ガラガラ。電話でもね、郵送のみ受付ですよとか、一切そういうことを、もうなく、私がなんでこれを知ったか言ったら、この YouTube でね、よその区役所の、区役所の方のかな、社協の方がね、YouTube 上げておられて、そこで知ったんですよ。郵送やってんねや、思って。で、それが知ったのが、多分7日の木曜の晩なんかな。ほんで、8日に、早速電話させてもらって、8日金曜日に電話して、で、郵送もやってはんのって聞いたら、やってますよ、言って。窓口はやってはれへんの言ったら、窓口もやってますよ、言って、まあ普通に言ってはりました。だから、予約せんといけませんの言ったら、予約もせんでよろしいよ、言って、来てもうて順番待ってもうたら、いうことやったんですけど、いや、ちょっと郵送本ならしてもらえますか、いうことで、住所、名前、電話番号言うて頼みました。ほんなら翌日、今日土曜日やけどね、ついてました。っていうことです。だから、もう基本郵送でお願いするいうことなんかな。どこの告知も前で、告知いうか、聞いてないんやけどね。まあそういうことらしいです。区役所には並ばんようにということなんでね、いっぺんお近くの社協にね問い合わせてもうたらいいと思います。はい、もう全然ちゃうからね、そのほんまに電話に出る人とかね、市町村によってほんま対応はほんまちゃいますわ。はい、そんな感じでございますね。とりあえずこういうの来ますんで、また申請したらまた連絡させてもらいます。ほんで、その厚労省がね、これの書き方とかね、そのこの制度についてどうのこうのや、YouTube で上げてはったんでね、それ下に貼っときますんで、また結構わかりやすく言うてあったんで、制度編いうのと、あと何やら、書類の書き方。この制度はどやねんとかね、書き方はこやで、みたいなやっとくんで、言うてあったんで、それ、貼っとくからそこから飛んでもうて。あと、これについて、質問、相談センターいうのも厚労省がやっとるんでね、確かね、休みなしやったと思いますよ。休みなしで、9時から、朝の9時から、晩の21
21日までやってはるんでね、番号言っときますわ、0120-46-1999、0120-46-1999、個人向け緊急小口資金、総合支援資金相談コールセンター、厚労省やね、厚生労働省がやっとるんかな。はい、ちょっと電話しましたけど、非常にいい対応をやったと思います。はい、そんな感じでございます。とりあえず、今は郵便に変わったで、言うのと、いっぺん、社協に問い合わせはった方がいいですせ、みたいなと、郵送したかったらすぐ言うたら送ってくれますせ、言うみたいな。はい、そんなこっちでございます。はい、とりあえず、ちょっとね、この系でなんかいっぱい、なんかね、めちゃくちゃ変わっとるんですよ。ほんまに。この連休明けから言うんかな。めちゃくちゃ変わっとるんでね。それ、まあ、なるべく早くいろいろ、ね、20万になったりね。びっくりなことがいっぱいあるんで。はい、また発信させてもらいます。はい。また見てやってください。おい。以上、総代。うだだです、前。貼っときますんでね。また見てください。はい、失礼します。ありがとうございました。はい、これがね、厚生労働省の個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンターを設置します。個人向け、こっちはね。相談コールセンター、厚労省の、こっちはね、ここです。0120-46-1999、9時から21時までで休みなし、こっちですね。はい。下にこの URL 貼っときますんで、はい。わからんことあったら電話やったってください。はい、以上です。はい。これがね、厚生労働省、多分厚労省の YouTube なんやと思うんですけど、ね、ここに、丸一で制度概要編。この制度に対してどったらこったらやね。で、この丸二が申し込み書類の書き方編。こういう感じで、やってありますんで、ね、緊急小口資金貸付と総合支援資金貸付のうち、緊急小口資金貸付の申し込み書類の書き方などについてご案内します。はい、こんな感じで、はい、これの URL も貼っておきますんでね、また参考にしてもらえればと思います。以上です。失礼します。